こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週木曜日のトールの部屋はプロフェッショナル仕事の流儀に出演した社長による本の紹介記事をサルベージしてお届けするコーナーです。本日ご紹介する本は種に交われば酒に交われば、なぎら健一、文藝春秋から発行されております。なぎらさんの最新エッセイから、希代の天才フォークシンガー高田渡さん、昔から自衛隊に入ろうとか歌っていましたから、随分と年上だとは思っていたのですが、思ったよりも若かったんですね。で、自他ともに認めるのんべえでありまして、一体全体いつから飲んでいるのかは分かりませんが、時として朝7時ごろ酔っ払って電話をしてきたというのです。あいにく主人は出かけておりますがと返事をした、その奥さんが相手をさせられました。渡さんの長電話は有名でして、30分ぐらいで終わればラッキーで、長い時は平気で1時間以上は相手をさせられる。ご機嫌な渡さんは時々おえつを漏らしながら饒舌に話し続ける。困ったなぁと思っていると、ふと会話が途切れてしまいました。どうしたんだろう、寝込んでしまったのだろうか。渡さん、受話器の向こうに呼びかけても返事はありません。声を大きくしてもう一度呼びかけました。起きています。心配しないでください。やっと声が返ってきました。奥さんが、ああよかったと同時に、渡さんが、質問があるんですがと尋ねてきました。何でしょう。私は一体誰に電話をしているのでしょう。思わず薬となるエピソードでございました。本日ご紹介した本は、種に交われば、なぎら健一、文藝春秋から発行されております。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。